抽選強者は今日も前の方の番号いけるんだろうか。おはようございます。本日11月7日は福岡県久留米市のイーボ37久留米店でプロスローの食卓の収録です。今日もですね、この食卓の、企画趣旨に、沿ってですね、私の実践経験、パチスロで生活してきた実績の中からですね、何かしら皆様に有益な情報をお伝えしていけたらいいかなと思っております。こちらのお店の最近の傾向というか、私が、結果を出しやすい立ち回りをやっていきたいかなと思っているんですけれども、狙い手が取れるかどうかは、まあ、入場抽選次第というところで、私の番号がじゃん169番、まあ、いつも通りの力を発揮しまして、狙い手が取れるかどうかは怪しいと、まあ、多分大丈夫かな。ぜひとも、最後までご視聴いただければ嬉しいかなと思いますので、今日も一日よろしくお願いします。おはようございます。今日はですね、ちょっと個人的にハイパーラッシュを打ちたいんですよ。なんだけど、やっぱりね、パチスロって自分が打ちたい台を打って勝てるわけではないので、これです。というわけで、アイムジャグラーの一角を取りました。この台を取った理由ですとか、いろいろ実践しながらお話ししていきます。チョメタルから使って打っていきます。ちなみにチョメタルはですね、一時期2万枚ぐらいまであったんですけども、私がまあ打つ機種の傾向とかもいろいろ加味した上でですね、少し下ろしまして、チョメタルを9800枚にしてあります。まあ、個人的に、まあ、興味が今ある機種として、まあ、ハイパーラッシュを今日は打ちたかったんですけども、やっぱりね、高設定を積もれる三段とかがやっぱり薄いと、どうしてもね、その台を打つ気にはなれないんですよね。別にハイパーラッシュに入らないというわけではないんですが、自信を持って高設定を積もれるだろうっていう、それなりのビジョンが見えないと、私は今までパチスロを触ってこなかったので、まあ、そういう意味ではこのアイムの方が狙われるだろうというところで、こっちを選びました。このプロスロの食卓をこちらのお店で取り始めてからですね、まあ、結構な頻度で呼んでいただいておりまして、半分以上じゃないかな。まあ、基本的にこちらのお店はね、まあ、そこまで冤罪寄せが強いお店ではなくてですね、どんな収録が入ろうとも、まあ、我が道を行くといった感じで、まあ、メイン島にあるバルブレイブとかが、まあ、とても強いんですけれども、まあ、少なからず私の収録日に限ってはですね、まあ、そこまでボリ寄せとかではなくて、ジャグラーの各機種、特にマイジャグラーの、何箇所かに固めて良さそうな台が見られるっていうのがあって、まあ、その中の1箇所がね、ここなんですよ。角から4台ぐらい、まあ、実際自分が触らなかった日に強いっていうのもありましたし、実際に自分で打ってしっかり結果を出せたっていうのも 2,3 回ありますよね、今年に入ってからだけでも。っていうのもあって、この台を取りました。できれば角に角さんが角4ぐらいまで動いてくれたらいいんだけど、今のところは動いてくれてないですね。まあアイムですからね、アイムは後回しでいいなんていう考えを持っている人も多いでしょうし、まあそれも正解の一つでしょうし、本当はねハイパーラッシュを打ちたかったんだけど、ハイパーラッシュで積もれる読み筋を構築できなかったですね。まあでも自分が打ちたい、まあ今日はハイパーラッシュが打ちたかったで、ハイパーラッシュを打つっていう
のはまあパチスロで生活していく上ではよろしくない立ち回りではあるんだけど、 100% よろしくないかって言われるとそうでもないんだよな。やっぱりね、自分が打ちたい機種で勝ちたいってなると努力できる量がね大きくなるんですよね。好きこそものの上手なれとは言いますけども、どうしてもハイパーラッシュで勝ちたいってなったらどうやったら勝てるんだろう、どうやったら積もれるんだろうってお店探しいっぱいやるし、積もれる方法を模索するし、ただ勝ちたいっていうだけよりもね、もう一個もう二個努力の幅が広がるんですよね。少なくとも私のパチスロ人生はそうでしたね。ずっとそうだな。まあもちろん自分が打ちたい台で好きな機種で勝てる見込みがどうしても見つけられないってなったら、高設定を積もれる機種優先で立ち回るんだけど、まあ、最もハマり込んでその台ばっかり打って勝ち続けた直近というか、まあ、一番最後の機種で言ったらやっぱりサザンアイズですね。あれが大好きでね、あれをよく打てた頃はまだ収録が月に1本とか、なんだったら0本とかの月もあったから、ほぼ地元で毎日サザンアイズ打ってましたね。だからサザンアイズで設定 C を積もるためだけの偽調査とか、どうやったらその C で少しでも多く勝てるのかとかっていうことだけをずっとあの時期は模索してましたね。半年から1年ぐらいかな。あそこまでね、どっぷり浸かるとね、やっぱそれは積もれるし勝てるんですよね。私みたいなタイプのスロ専業ってやっぱり昔から多かったんだよな。あの頃ほぼライター収入なくて、でもあっさり車買いましたね。半年ぐらいで買ったんじゃないかな。何の車買ったんですか？国産です国産車ですしかも中古ね。あ、まあ大したもんではないんだけど、ただまあその機種が好きで、その機種で勝つための労力をいとわなかったからこそそこまでやれたっていうのはあるんじゃないかな。昔からずっとそうですね。これ以上ハマるのやめてもらっていいですか？そろそろ光る気がする。そろそろペカッと行く気がする。アイムがこの角から4台全部お客さんがつきましたね。昨日から何なの？やる気はあるんですよ。 LED 切れてんのかな。いや当たってないわ。おう、462ゲームでチェリーチョウ、おレアチェリー、このレアチェリーはね、どっちのチェリー狙ってもちゃんとチェリーを引き込める。片方しか成立してるわけじゃなくて、両方とも成立してるレアチェリー C ってやつで、レアチェリー C 成立時はバー狙えば揃って1枚増えて、角に止まれば3枚、中段に止まっても2枚の払い出しがあるっていう役ですね。レアチェリー C は中段にも止まりますけども、押す位置によっては、こうやって角にも止まることもあります。設定123で、6553分の1設定123で6553、設定しごろで5461分の1ですね。その機種で勝ちたいがためだけに頑張ってたっていう機種は結構あったな。まあ世間でよくネタにされる機種で言ったらマッハ55とかね、あれはねもう誰よりも詳しくなれたはず。勝つために山ほど研究したから、世間では辛い機種って言われてたんだけど、まあ勝てましたね。だから昔からいろんな人から言われるけど、まあ、スロ専業っていうよりはね、私は昔からなんかパチスロの研究者という表現の方が合ってたのかもしれないな。なんか好きな機種ができるととことんまで研究したくなる。で結果勝てるようになるし、もっと好きになっていくっていう、その研究が楽しくて今まで続いてるみたいなところもあるんですよね。私の台は今630ゲームでレギュラー0回なんですけれども、アドニカド3、アド4がいずれもレギュラー確率が高設定域ないし、設定6以上で当たってますね。なのでここ最近の例に漏れず今日も
後から4台ぐらいが正解であってくれるといいんだけど。いやー引けないな。魔法もね使えたからね。ちょっと角2角3角4のデータを見たいです。あれっていうかこれアイムの島全部良くないですか。角7まで私の台以外全部レギュラー代わり足りてますよ。やっぱりこの一角は強いんだよ。私の台だけ880ゲームでビッグ1レギュラー0。そんなことある。取り次ぎだ。ちょっとね一回ねご飯食べてきます。流れを変えたい。藁にもすがる思いでちょっと一回ご飯行ってきます。ただいまお昼休憩から戻りまして状況把握をいろいろやっていきたいと思いますけれども、こんな並んでるように見えないな。マイジャグラーが角台にだけあって2箱出てて、その隣も構成確率97分の1、109分の1、120、77、だいぶいいですね。で私の方のこの角台から2台目も構成 138.4 回、構成90分の1、隣は1400ゲームで210分の1だけどレギュラー確率はまあギリ足りてる。その隣も1300で化け6回、十分なんだよな。全然やれる数字じゃないけどこれはやっておいた方がいいと思います。この数字の台をさらに追っていくのはだいぶ怖いですけど、でも状況判断だったら全然追えるんだよな。それこそね好きな機種で勝ちたいっていう話で言ったらジャグラーもそうだったんだよな。最初この光る感じがハマってしまってね、なんとかしてこの機種で勝てないかって言って、まあ、当時は勝つために打つ機種で言ったらジャグラーはもう最後尾に位置するぐらい誰も勝つために打ってなかった機種だったから、勝てんのかな、でもこの機種で勝ちたいなって、まあいろいろやりましたね。子役高確率状態カニ歩きとかね、まあ、これに子役いっぱいあるじゃないですか。チェリー、ブドウ、ピエロ、ベルってあるじゃないですか。打ち手によってコイン持ちに差をつけないように子役高確率状態と低確率状態ってあったんですよ。4号機の頃はジャグラーにも搭載されていて、子役をいっぱい取りこぼしていると子役確率が今挙げた何種類5種類の子役が合成で2分の1になるんですよね。成立確率が2ゲームに1回何かしらの子役が揃うで、いっぱい子役取ってると子役が低確率状態になって20分の1ぐらいまで下がるんですよ。初代とジャグラー V はね、55ジャグラー SP っていう3機種目からは武道確率には高低はなくなったんだけど、それ以外の4種類の役が高確率状態は2分の1で何かしら成立、低確率状態になったら20分の1に落ちるっていう、これのね高確率状態だけ拾い歩いててね、だから子役を取りこぼしていそうな台を打って、まあ、チェリーやベルやピエロ2分の1で成立してるからねと取って低確率の落ちたなと思ったらやめて違う台に移動するっていう立ち回りやってるとね、474ゲーム、追い戦が9本、総投資が2万2000円分の賞メダルですね。まあそうやって打ってると1000円分の持ち玉で100ゲームぐらい回るんですよ。回るときは1000円で100ゲームの回るジャグラーなんで当たり前のように勝てるでしょうとかね、やってましたね。あとは雑誌に載ってる設定変更判別を改良してみたりとかね、改良してより精度を上げてみたりとか、雑誌に載ってたね設定変更判別手順はね、設定変更後こう1枚掛けでほら学訓対策で1ゲーム回すお店が多かったんだけど、それをやられてると正確に判別できないと。だから1ベッドで回されていても有効な判別手順を考えてみたりとかね。で、まあ、フル攻略手順なんかも何種類かあったんだけど、どれが一番効率がいいのかみたいなのも
研究してみたりとか、リプレイ外しもね研究しましたね。その4号機の頃はリプレイ外しって言って、リック中に成立するリプレイをある程度外してやって、ゲーム数を延命させることによってボーナスの獲得枚数をちょっと増やすっていう技があって、まあ新花火とか VS っていう花火チャレンジ中のゲーム性に似てますね。まあジャグラーに関して言えば4号機はリプレイ外してやるとやらないとでは12枚ぐらいの魚ちょっと増えるんですよね。あの手順もねいろいろ研究しましたね。どうやったらより正確に素早く処理できるかみたいな。右中と押してね、リプレイやブドウがテンパイするラインによって左手に狙う7がね表か裏かになるんだけど、まあ結局息づくところによるとね、逆押しよりも中押しの方が有効だったんですよね。素早く打てた、止めて、例えばブドウが下段にいるでしょ、このブドウを取るために左で狙わなきゃいけない7はどっちなんだろうってなっても、この時点ではブドウが上段受けになるのかこう下段受けになるのか分かんないじゃないですか。だから1リル止めただけではまたどっちの7を狙えばいいのか分かんないんですよ。上段受けか下段受けかで狙うブドウ7が変わるからね。なんだけど中押しするとね、この時点でもうブドウは下段受けしかないでしょう。上段受けにはならないでしょう、ブドウのテンパイが。だからもう1リル止めた時点でもう持つ方の7の目押しに入れるんですよ。だからあやっぱり中押しの方が早いなとかね、本当にいろいろ研究したな。当時の研究の成果が、まあ、今に生きてるんですけど、60ゲームチェリー重複のチェリー重複のレギュラー、だから結局そんだけ研究できたのもやっぱりその機種が好きだったからなんだよな。好きでもない機種になかなか、いくらねお金のためとはいえ情熱は湧いてこないですよね。だからやっぱり好きな機種で勝ちたいって思うのは別に悪いことではないんだよな。好きな機種を打ちたいって思うのはなんかね趣味打ちとか言われることもあるかもしれないけど、でもそれはそれでねその代の研究意識につながるかもしれないですしね、そのおかげで何か新しい発見ができるかもしれないし、ああそれこそね私が毎月1回撮ってる個人チャンネルでやらせてもらってる勝ち込みという動画でも最近ジャグラーの新しい設定判別法を見つけましたし、栃木県栃木市編、この動画の後に出る動画があるんですけども、自分の個人チャンネルで上がる動画が勝ち込みのシャープ21じゃないかな、ぜひそちらも見てほしいですね。だからね全然ハイパーラッシュを打ちたいっていう気持ちも悪いことではないんだよな。まあ今日は好きこそものの上手なれというお話をしたかったんだけど、私のこのジャグラースキルもねそこが入り口ですし、ただ現状はあんまりよろしくないな。私のタイムはね言わずもがなボロボロなんだけど、他のタイムそこまでいいわけじゃないんだよな。お昼も過ぎて217ゲームで単独のビッグ、ポイ戦が25本分、つまりおい戦3000円分か。ちょっと今からちょっとこれ消化したら過去から3台と4台5台の化け格合算見てみますか。いや厳しいな、やっこ最近この一角に並べて入ってること多かったんだけどな、今日はそうでもないみたいです。ただいま計算しまして、この角から3台の化け格合算が4289ゲームで12回、レギュラー確率357分の1、ちょっと弱いですね、まあ、ないとは言い切れないところなんだけど、まあ、弱いです。角から4台で入れると6130ゲームでレギュラー16回、383分の1、角から5台だと7932ゲームで23回、344分の1、いずれにしても弱い。参りましたね。ハイパーラッシュ開いてんのかな、開いてない。一応見に行っていいですか。
空いてないですね。しかもなかなかやめなさそうな。じゃあせっかく席を立ったのでまた状況判断やっていきますか。バルブレイブは、あ、ここ分かりやすい、角から4台、ここ分かりやすいですね。やっぱり角から8000枚、2000枚、5000枚、7000枚だって。やっぱり今日もそういう日なんだな。ってことは私の言っている一角はちょっと残念なのかな。マイジャグラの島見ますか。マイジャグラの島はいつも必ず何箇所かありますからね。10の8で117分の1、1台が弱くて280分の1だけど、その隣113、17、131、ここ怪しいな。今日あれですね、4台なのかな、4台のところ、4台に見えるところが多いですね。これミスターからハッピーのまたぎ強いですね。合成107分の1、135、142、125、131、レギュラーより140強いですね。ちょっと現状動けそうなところがないですね。このアイムオの並び狙いがあまり成功しているようにも見えないですし、まあ、今日話したいこと、伝えたいことは大体アイムを打ちながら喋れたので、まあ、この後は一体これをリリースして残りの時間は可能な限りまた別のやりたいこと、勝ちに向かうなり勉強にするなりの時間に使いたいと思うので一回撤退します。あ、でデータがですね、1218ゲーム回してウィーク2回、レギュラー2回、ブドウも1位以下です。あまりよろしくはない。うん、やめます。これ空いてるよ。まあ合成はスコット足りないけど、並び意識するならありじゃないですか。ね、まあちょっと足りないけど、いや、やってもいいんじゃない。しかもね、なんと真後ろがハイパーラッシュなんですよね。空き間違ったらやります。では、並び意識プラス後ろの空き待ちでビジャグラ入っていきます。私今日当たり4回でしたっけ。なんでこんなに弱いの、何が起きてんの私の身に。いつもひどいのは12月なんだけどな。一月早い冬将軍到来ですよ。あれなんか私が打ち始めた途端、私の左隣もその2つ隣もはまり始めてますけど、なんですげえ悪化してますけど、左隣からの数字をもう一回確認したいです。構成166、どうした160、一気に悪化してるじゃん。あ、でもミスターがいいのか。ミスター3台とも6以上で当たってますね。今日ミスター当たったか、いや、打ちたかったミスターかハイパーラッシュの明け待ちします。よし、やっと開いた、やるぞでは、ハイパーラッシュもともと打ちたかったので、まあ、次こそものの上手であれではないですけれども、何かしら勉強も進むでしょうし打っていきたいと思います。私が回した実戦経験は2000ゲームちょっとかな。なので、まあ、あまりというかほぼ知らないですけど、なんとなくは分かります。7をロータリーで打てばチェリーナイはしやすい。これがテトラ回れば何かしらの演出発展すると、この子が出たら子役が揃わないとチャンス取れましたね。一応ね、2000何ゲームかで一応リーチ名もなんとなくは把握してるんですが、そんなになんだよな。リーチ名はね、このボーナス図柄の色に対応した一直線だから、まあ7揃いは全部は当たりなんだけど、赤7チェリーとかね。だからこれは右枝に7止まっても7揃いだし、枠下に落ちても77チェリーで、あとね7チェリーチェリーでもいい。だからこれ上段にチェリーでも
リーチ目ですね。いやもう基本的なことしか仕方ないですよ。それを今日ちょっとずつ学んでいこうかなと思ってるので、でもって技術介入というか知識介入なのかな、もうあるんですよね。まあこれは疑似ボーナスタイプなんですけど、まあリーチ目フラグを引くとそこから、これジュークボックス演出、これは枠が赤で中が緑だから、チェリーかスイカ、チェリーで、まあリーチ目フラグを引いた何ゲーム後かにボーナスが告知されて、そこからボーナスが始まるんだけど、リーチ目フラグを引いてすぐにこのフライングベッドボタンでボーナスを揃えちゃうと、その数ゲーム後に告知されるまでの間がもうすでにボーナス状態になってくれるから、まあ通常時ではこれ逆押ししたら1ペナ入るんだけど、ここに何か出てきて1ペナ入るんだけど、これが入らなくて、まあ、逆押しの15枚を取れる時があるみたいな。これはまあくまで疑似ボーナスタイプなので、リーチ目は成立ゲームにしか出ないから、極力成立ゲームに気づけるようにリーチ目をたくさん覚える、入り目をたくさん覚えるっていうのがきっと知識介入なんでしょうね。でもね、そんなに簡単でもないんですよね。例えば赤7止まるでしょう、右のに赤7狙って、はい、まあ、枠上に止まってんだけど、7がね、赤7が中段に止まるとね、リーチ目なんですよね、二角の。とかね、意外と変則な目も結構多くて、でもそういうのを覚えれば覚えるほど成立ゲームに1フライングベッドボタンを押せる結果、ボーナス告知までの数ゲームの間に15枚を取れるっていう技術介入、知識介入。これは黄色と緑だからベルか。まあ今日解明しきるには時間があんまりないですね。また次回何かしら朝一から打てる機会があればこの食卓で打っていろいろ調べたいですね。この演出の出現頻度は十字キーの上を長押してるとクラシックモードっつって、初代の遊戯性を楽しめる。で下を長押してるとマニアックモードっつって、ここが動いただけで 25% で当たるっていうモードですね。まあ、今は通常でやりましょう。これはリプレイ外れで当たりと思われる。中リールにね、スイカチェリーチェリーっていうところがあるんだけど、それとかが出ても強いんだろうな。出ないかな。はい、押してっちゃった。3コマか、いや4コマ滑ってたら追加なんだけど、そう押した後これもう一回押せばね、滑りコマ数が表示されるんですよね。なんでこんなに当たんないんですか。パチスロの当て方を私はもう忘れてしまったのかもしれない。4コマ、つまり追加は追加。私ね、これはもう完全にオカルトな的な話なんだけど、毎年12月めっちゃ引き弱くなるんだよな。それが11月の今から早くも来たような印象。おっ、これ当たるでしょ、さすがに。滑ってリプレイないでしょ。何コマ ?4 コマですよ、だって。これはさっきの当たった、スイカスイチェリーチェリー、ほらフライングベッド471ゲーム投資が15本分、総投資が何ぼ42そんな4万2000も入るようなこと私やってる。フラグハメザー、これは赤の3つ下にある黒を上中段、赤7が降ってきたらビッグと、なんもない？うん。シャビーン。このスタンバイの段階ではまだ準備中なんだけど、この間に限り
15枚のあれ出しを逆押しで狙えると白ほらもらえた。あ、これ決まり手チェックっていうのがあるんですよね。なので目で入ったから多分あれですよね、追加ずれですよね。うん、バッチリ。おお、またもらえた、すげえ儲かる。でこっからはナビが入ると、俺逆押しすると、ナビを1個もらえる。ラリディールの枠上か上段に黒7を2コマ目押し。このチャレンジビッグとハイパービッグっていうのがあって、まあ、ハイパービッグの方が玉が多いですね。出玉が多い。これはサイド B って言って、まあ一応通常時なんですけど、通常時扱いなんですけども、ナビがちょいちょい入るので、ボーナス中ほどではないにせよ、順増があると。このサイド B は、ワセット30ゲームで、この間にボーナスの抽選もしてるので、ボーナスがビッグが当選すれば全てハイパービッグと。で待って、ここでプッシュを押すとここの色で決定差があるみたいですね。設定位置で170分の1ぐらいでしたっけ、ボーナス確率。今私は500分の1ぐらいだけど、いやでも今のところこの台の高設定を打ってみたいっていう気持ちはだいぶ高いですね。どうやったらこの台の高設定に触ることができるのか、何かしら見抜く効果的な方法はないのかっていうところに興味があります。おう、当たってますよね。うん、2コマ4コマ、うん、184ゲームノーマルかけて当たりました。ビッグ 50% でハイパービッグ。チャピーン、いやもうお、本当に当たった。13ゲームで、ああ、当たってもうた。ビッグですよ。そして僕とはハイパービッグってことですね。じゃあサイド B 中だから、よし、チャピーン。ハイパービッグはですね、これ500ゲームと3回のてんてんってやつ、あれが終わった後もう一回来ますね。もう一回このラスト10が来ます。なので獲得枚数が多いと。これビッグ連チャンしたら出玉速度まあまあ速そうですよね。さあサイド B、 もう一発お願いします。あー、2連目、3連目は届かず。おお、まだいた。もう30ゲームいました。もうワンセットいました。外れて、落ちると。これビッグだからまたハイパービッグですよ。37ゲームでビッグです。あれ、まくる、さすがに無理か。4万4000入った、4万2000か。いやでも結構出ましたよ。私ハイパーラッシュでは浮きましたね。投資が1万5000円分のソメダル690枚だから、今800枚あるので、889枚獲得で
色は、はい、紫。フライングベッドやってやめた方がより安全なんですよね。うん、入ってないと。はい、33ゲーム終了。というわけで最終チェックですけども、やっぱりこことかもそうですね、万枚、3000枚、5000枚、5000枚、なんか今日4台並んで調子良さそうに見えるところが多いですね。これはからくりですけども、あと先ほどのマイジャグラーのとことか、あとミスタージャグラー、ミスタージャグラーは今もいいのかな、合成確率113分の1、117分の1、125分の1、わけよりもう決まりですね。いやー、後ろだった、打ちたかったこれは打ちたかったな、悔しい。あとはさっきのバルブレイブの角から4台はどうなりましたかね、さらに伸びたのかな。おー、伸びてますね、万枚いきますね、万枚、3000枚、5000枚、角も12000枚すげえ4台並んでね、4台中2台万枚なんて使ってなかったら起こりえないよ。はい、実践終了です。本日は、アイムからハッピー、そしてハイパーラッシュと、まあ、私が最後に打ちたい機種を打ったっていうそれだけの話ですけれども、投資が初玉から42000円分、1932枚、出玉が956枚、最後にちょっと連チャンしまして出てくれたおかげでマイナス1000枚ぐらいですか、かつり傷でかつり傷じゃねえな結構いかれたぞ。まあでも今日はもともと伝えたかったことがまあありまして、勝つためには好きな機種なんか打ってられないんだと、実際それは正しいんですけれども、好きな機種を打つからこそ見えることとか、好きな機種だからこう模索欲っていうんですかねが湧くとかが、まあそういうのもありますので、お金のために打つには好きな機種ばかり打ってられないぞという意見も正しいですけれども、好きな機種を打っているからこそ得られる利もあるんだというところをですね、皆様にご理解いただければ幸いかなと思います。まあ今日は負けてしまいましたけれども、私なりに伝えたかったことを伝えられたので良かったかなと思います。はい、というわけで最後までご視聴のほどありがとうございました。それではまた。カツラが飛んじゃう。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、そして LINE スタンプの方も、ぜひよろしくお願いします。